テント設営を終え、買い出し、薪割りも終えたら、いよいよ宴のスタート。美しい夕日とともに酒が進む春八郎。しかし、そんなに飲んで大丈夫か？結局ね、サイトね、お任せのプランなんですけども、夕日が見たいという要望のもと、こちら C サイトの4、ここですね、ここになりました。はい、それでは今からテントの設営を行います。あっちい、あっちいよ。じゃあ行ってくるぜ。完成です。はい、とりあえず買い出しに行きます。おお、綺麗、わっふー、綺麗な海だね。開けてますな。あー、夏の雲だね。夏の雲です。そして海です。春八郎です。さて、青木に着きました。こちらです。どこから入ればいいんだ。青木イン。よし、青木行ってきました。青木で買い物をしてきました青木で買い物をしてきました。何しろね、もう他の店に行ってる時間はないよ。今3時11分ですね。早く帰ってね、キャンプ場近くのね、なんとかっていうところでね、氷を買わなくちゃいけないからね。さあ急ごう急ごう。夕日が丘休憩所っていうね、ラーメンとかいろいろ喫茶店みたいな感じであるんですけども、ここに氷が売ってましたね。受付のお姉さんの言った通り。さあこれで全て買い物終わりました。はい、イエイイエイ。ということでね、キャンプ場戻ります。ここですね、夕日が丘キャンプ場ね。あっくんがね、ここの入り口を心配してたの、狭いって聞いたんだけどって言うけども、こんだけね広いですね。坂に急になっているというね。まあどんな車でも入ることはできますね、これならね。よし、こちら受付のね、管理棟ですね。ここでいろいろ受付をやってからサイトに入ってきます。ゴミはね、こちらにね、きっちり分別されて捨てるようになっております。ミルもありますね。
立ってるからね、あのハンモックやる人とかそういう人にはねいいかもしれない。海が一望できますね。小さいとこうそれぞれねしっかり分かれてますね。 G もねこうやって分かれてます。広いですね。どうもこんにちは、つぶくろスタジオのハルです。違うな、そういうことじゃないな。どうもこんにちは、つぶくろスタジオのハルです。ハル Z。 夕日が丘キャンプ場に着きまして、設営しまして買い出しに行ってきて、薪割りとか、まあサイト紹介ね、少しサイト内を撮らせてもらいまして、それで今の時刻が5時40分です。17時40分、ずいぶんと過ぎたな時間が。いや時間が経つのが早いこと早いことね、本当に。ということでね、設営した感じはこんな感じ。こんな感じでね、設営しまして、今から宴をね、始めたいと思います。前回ね、そうめん2キロ食べたというね、そうめんしか作らなかったっていうね、それのね、相反して今回はね、一品だけ作りますって、そうめんと同じじゃないか。そうじゃなくて、ここ夕日が丘キャンプ場ね、結構ね有名なキャンプ場だと思うんですよ。夕日とかのロケーションもね撮らせていただいたんですけども、すごくいい。やっぱねこう海を見下ろすこのビューね、あとこの山あり、この緑に囲まれたところ、そのね相反したこのメリハリの効いたねこの風景がねすごく気持ちいい。やっぱねここ人気だなっていうのは分かりますね。やっぱ風景がいいキャンプ場って人気が出るんでしょうね。ということでね、今日はねこの夕日が丘キャンプ場に来たということにちなみまして、名付けて夕日が丘丼、夕日が丘丼ね、夕日が丘をテーマにした丼をね今日はね作りたいと思います。まあこれはね一品だけなんですけども、この夕日が丘丼の中にいろんな料理が詰まってますのでね、これでね一品ね豪勢に作ってねガッと食っていきたいと思います。そのね夕日が丘丼なんですけどね、このキャンプ場に来る前に私なりにねこの夕日が丘丼をねイメージしたイラストを描きました。分かりやすいと思うね。この通りに今から夕日が丘丼ね作っていきます。さて発表です。春八郎作夕日が丘丼、こういうものになります。じゃかじゃんね、映ってますね。これまたねちゃんと画像でねちゃんとしたのをね載せると思うんですけども、こちらね
楽しそうじゃないわ、美味しそうでしょ夕日が丘の。これね、まずねここのね赤いやつ、これはね夕日に映る海ね、駿河湾をイメージしてます。それがこれナポリタン、シーフードナポリタンでね、それを再現します。それでね次がねこれね、ご飯なんですけど、ただのご飯では面白くないと思ってね、バターライス、バターライスはここに来ます。そしてこの緑の部分はねサラダです。栄養バランスを考えたね、サラダです。それでここにね、このメインはこれなんですけども、この3層ね、このお肉が乗っております。3層の肉、一番下はねこれがチキンのお肉ね、鶏肉で、その次はねこれね、ロースのステーキになります。でこの一番上はね見ての通りなんですけどね、ハンバーグね、これもね青木でね、なんかね家庭の味的なね手ごねのハンバーグをね探してきたのでね、これを焼いてのっけます。でこの、そして最後の上、最上階はこれ目玉焼き、これはもちろんね太陽、沈みゆく太陽をね示していますという感じで、ね、こちら夕日が丘丼、これも今から作っていきたいと思います。もちろんね日本酒の紹介もしたいと思うのでね、日本酒のあてとなるようなものをね買ってきました。というわけでね、今からね乾杯をしていきたいと思います。とりあえずまずはねこちらビールもどきでね乾杯していきます。でね乾杯のねあてとなるのはねぶつ切りタコです。ぶつ切りタコだ。このねタコをねつまみながら、ビールを飲んでいきたいと思います。ということでまずは飲みましょう。いただきます、夕日は丘丼の夕日に乾杯。あーうまい、うん、あーうまいな。よし寝るか、違うか。わさびをちょろっとつけの、醤油をちょろっとつけ、こういうことですね。最後の夕日を見ていきましょう。相当酔うぞ今夜。なんだろう、夕日が丘丼ってできたの？それすら何も覚えてないんですけどもね、本当にいつの間にか寝てましたね。